どんな風に踏み出そう。6年間の大学生活を終えて始まる医師としての新たな日々。その第一歩をどこへ踏み出すか。どんな風に踏み出そう。どんな日々を歩んでいこう。大切な仲間たち、優しく指導してくださる先生方、穏やかなスタッフの方々、新しくて気持ちのいい病院、温かい雰囲気、柔軟性の高い研修プログラム、さまざまなことに挑戦できる環境、医師としての着実な第一歩が踏み出せる川崎市立医大病院。川崎市立医大病院は全383床の地域に根ざした公立病院です。1949年に結核診療専門病院として開設され、そして現在も川崎市で唯一の結核入院設備を要する病院として地域の結核診療を担っています。そして2020年は結核病棟は新型コロナウイルス感染症専門病棟として機能し、川崎市における新型コロナウイルス感染症診療において大きな役割を果たしています。医大病院は神奈川県川崎市中原区に位置しています。最寄り駅である日吉駅は東急東横線、目黒線の沿線で、渋谷駅までは17分、横浜駅までは15分と都心へのアクセスもとてもいいです。日吉駅から病院へはバスで5分、徒歩で15分程度で、高台に位置しているので病院からの眺めもよく、晴れた日には病棟から富士山も見ることができます。医大病院の研修医は1学年7人程度と比較的少人数で、各科をローテートする際には1つの診療科に研修医は1人か2人なため、上級医からの手厚い指導を受けられるので、非常に充実した研修生活を送ることができます。当院での研修はとても柔軟性が高く、約8ヶ月間は自由に診療科を選択することができます。自分の興味に合わせてローテーションを組むことができるので、モチベーションにつながっていると感じます。研修医の人数も多くないので、途中で自分の興味が変わった時にはローテートする診療科を変更することもできます。川崎市立の病院は医大病院と川崎病院、多摩病院の3つがあり、各病院と連携があります。希望すればそれらの病院でも研修を行うことができ、複数の病院で幅広い症例の経験を積むことができます。研修病院を選ぶ際にどれくらいの給与がもらえるかということはやはり気になると思いますが、医大病院は満足度が高いと思っています。普段の生活をする上で全く気にならないですし、将来のために貯めることも問題なくできるくらい給与をいただくことができています。到着では基本的に救急外来で患者さんのファーストタッチを行います。はじめはとても緊張しましたが、必ず上の先生とペアで当直に入るので、優しく教えていただきながら当直業務を行うことができます。まだ診断のついていない患者さんの診察をして、検査を決めて方針を決定していく過程はとてもやりがいがあって、一人の医師になったんだなという実感が湧く場面でもあります。当直明けはお休みです。1998年に緩和ケア病棟が設置され、終末期の患者さんの心と体のケアに力を入れており、
緩和ケア内科は井田病院の大きな特色の一つとなっています。当院では緩和ケア内科を1ヶ月以上研修することができ、緩和ケア病棟での終末期の患者さんのケア、そして患者さんの自宅への往診や在宅医療という切れ目のない医療を経験することができます。とてもアットホームな雰囲気があり、院内でいろいろな職種の方とすれ違う際にも自然に挨拶が交わされます。先生方をはじめいろいろな方に顔と名前を覚えていただけるので、とても働きやすい環境だと思っています。病院で働く方が皆さん優しいです。穏やかな先生が多く、とても質問しやすいですし、いつも優しく教えていただけます。またコメディカルの方も優しくて、とてもいい雰囲気だと感じています。2015年に新病院が全面開院しており、病院がとても新しく明るくて綺麗です。毎日働く場所ですし、働く医療従事者だけでなく患者さんにとっても綺麗な病院だと気持ちよく毎日を過ごすことができると思っています。研修の自由度がとても高いと思います。一つの診療科のローテーション中であっても、他の診療科の先生方に気にかけていただけて、主義の機会に呼んでいただけたり、勉強会に誘っていただけたりと、診療科の垣根を越えて先生方に教わる機会が多くあります。レジナビでたまたま声をかけていただいた当時の研修医の先生が、井田での研修をとても楽しそうに話してくださったのがきっかけです。外科でヘルニアのオペの執刀をさせてもらえたことや、手技をたくさんやらせてもらえることをお聞きして、とても興味を持ちました。緩和医療に研修医がしっかりと関われる病院を探していて、大学の先生から井田病院を教えていただきました。見学で往診に行かせていただく機会があり、その際に医療チームの一員に加えてもらえているのを実感できました。実際に見学に来てみると、病院の温かい雰囲気や先生方が優しく指導してくださることが印象的でした。また自分の頑張り次第で手技などもたくさん経験できることも分かり、ぜひ井田病院で研修をしたいと思いました。井田病院のアットホームな雰囲気、そして新しくて綺麗な病院をぜひ一度見学に来て体感していただきたいです。井田病院では優しい先生に囲まれて、自分のペースで着実に成長できていると感じています。ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。医学生の皆さん、井田病院で初期臨床研修医の研修管理に携わっております内科の金沢と申します。井田病院の初期臨床研修プログラムは、昨今の臨床需要度の高い緩和ケア分野を必修としている点に特色があります。また地域のさまざまな在宅診療や外来診療を行うクリニックや、僻地を支える町立病院と連携した地域医療のプログラムを用意しております。研修は研修医各人の実践を重視しながら、さまざまな形で目を配っております。関心を持たれた方はぜひ井田病院に見学にお越しください。お待ちしております。教育は農業と同じだよと教えてくれた人がいます。土を耕し、十分な水と日の光、適度な肥料を施します。かといって与えすぎれば枯れてしまいます。種から育てる作物もあれば、接ぎ木をしてこそ強く育つ木もあります。育った作物は自分たちのためではなく、出荷して人の健康を守るためのものとなります。井田病院はこういった土作り、人作りをモットーとしております。医学生の皆さん、病院長の中島です。コロナのために皆さんの学生生活も大きな影響を受けているかと思います。設立71年目の当院は数々の特徴ある医療を展開しています。今年はコロナの重点医療機関として現在まで240名余りの患者さんを受け入れ貢献してきました。通常の診療も感染予防対策により万全の体制で行っています。当院はアメニティや周辺環境に優れ、地域の医療機関と強く連携しており、初期臨床研修医の皆さんが
卒後最初に研修する病院として適していると自負しています。皆さんが当院で研修されることをスタッフ一同念じています。前を向いて一緒に働きましょう。